よかった、気がついたんですね。あの後、倒れたアドルさんを運んで監獄から脱出して、それでもひどい熱で全然目を覚まさなくて。それは。いえ、私なんて。アドルさんを運んだのはクレドさんとユファさんです。私アドルさんのことを皆さんに伝えてきます。ドギさんも心配してましたし。ああ、それは。
それなら。Thank you.
備しておくとするが。あ、こんな…お疲れさん。ねえねえ、たくさん交換していたよね。お目が高いね。それじゃこれとこう、うん、とするか。腕のみ、これで完成だ。あ、こんなとお疲れさん。うま、何にするんじゃ。持ってゆくがよい。持ってゆくがい。まだ何かあるかな、アドル。バイビー。よう、準備しておくとするが。腕の見せ、これで完成だ。あ、こんなとお疲れさん。アドルさん、何でも申し付けてくださいね。じらさないでくださいよ。いつでもお待ちしてます。うん、
ごめんなさい、待たせちゃったわね。アドルちゃんに渡したいものがあって。今のうちに。うん、今だからこそ。はい、これ。遣唐使のレリーフが猛々しくて美しいでしょ。昔遣唐使になって初めて大会で優勝した時の記念メダルでね。私が大事にしてきたお守りなの。あら、そんなの受け取れないって。確かに今の言い方だと遠慮しちゃうわよね。これは本当にアドルちゃんにもらってほしいの。ちなみに、ご利益は実証済みよ。こうして五体満足で引退まで生き抜けたんだから。それって…いいの。今の私には、もっと大切なものがあるから。監獄から気を失ったアドルちゃんがここへ運ばれてきたとき、思った以上に動揺する私自身に驚いちゃったわ。これまでも辛いことや悲しいことはたくさん乗り越えてきたはずなのに、私の大切な恩人で戦友だった彼が死んだ時を思い出さずにはいられなかった。それだけ私の中でみんなの存在が大きくなってた。ダメね、いつも失いそうになってから大切なものに気づくんだもの。アドルちゃん、そんな言い回しでごまかしちゃダメよ。あなたが無事でいられるように私も力になりたいの。あなたがダンデリオンの中心にいてくれれば他のみんなもきっと大丈夫。そんな気さえするしね。この先に何が起こってもちゃんと帰ってくるのよ。はい、じゃあこのお守りは受け取ってくれるわね。大切にしてくれると嬉しいわ、アドルちゃん。さてと、これで最初通り収穫の儀式を終えたわけだが、シルエット、この木の実を取るがいい。あ、はい。ついにこの時が来ましたね。ああ、ノース教の伝承を信じるほかないな。はい、そうなると信じて挑むしかありませんね。この仮面意外と重たいですから、
外せるものなら外したいです。よし、えい。うん、草の味がします。味などどうでもいい。それで目の方はどうなのだ。ちょっと仮面を外してみますね。すごい、すごいです先生。空の色も草原の色も全ての景色が色鮮やかに見えます。よかった、大成功だ。やったな、シルエット。はい、やりました先生。今までは画面越しにしか普通の世界を見れませんでしたが、世界ってこんなに綺麗だったんですね。はい、私も驚いちゃいました。私も伝承を研究してきた甲斐があるというものだ。やはりお前がノース教の神官の子孫という仮説は正しかったようだな。暴走状態にあった神官の力を鎮静化できたらしい。それについては自分でもよくわからないんですけど、とにかく先生もアドルさんも本当にありがとうございました。ん？あれ？まただんだんと世界が赤く染まって。あ、アドルさん後ろです、後ろ。お疲れ様でした、アドルさん。先生、どういうことでしょう。私の目が元通りになっちゃったみたいです。どうやら木の実の効果は長く続かないようだな。くっ、私としたことが気休め程度のことしかできんとは。この木の実の他に有力な伝承は見つかっておらんし。すまんな、シルエット。そんな謝らないでください。先生は十分すごいですよ。まだ木の実はありますし、これで好きな時に仮面を外せますから。だからそんなに落ち込まないでくださいよね。お前がそう言ってくれるのがせめてもの救いだな。だがこうなると根本的な解決を図るしかないな。うん、そういうわけでアドルよ、今すぐラルヴァを根絶してこい。それができたら皆さんがとっくにやってると思います。それもそうだが、先生のその気持ちは嬉しいですよ。でも確かにラルバがいなくなれば皆さんが戦い続けなくて済みますよね。そんなことが本当にできるのか分かりませんけど、私はその答えを出せるのはきっとアドルさんだと思います。だからこれからも一緒に頑張らせてくださいね、アドルさん。
お使いですね。もういい、またいつでも言ってください。いいかな？では、見せてもらおうか。これはすごい。これを受け取ってほしい。
こっちこっち、いい商品ばっかりでしょ。何もこう、また来たよね。騎士団はどうしちゃったんだい。どうする？どうする？これを選ぶとはさすが。ではな。たくさん交換していたよね。
バイバイ、また来てね。うむ、ほうほう、望みを言うがよい。ねえ、とびっきりのやつじゃ。持ってゆく、まだ何か。バイビー。何が欲しいのかしら。ほーら、作りたてよ。お腹すいたらまたいらっしゃ。頑張ってきてね、アドルちゃん。気をつけて。クリムゾンライン、お前か。要件を聞かせてもらおう。ではな。クリムゾンライン、行け。美味しそうですね。まあ、これは。
ありがとう。
待ってくれ。
ようやく終わったか。いらっしゃい、アドル君。思わせぶりなんだから。わお、そうね。
あ、何かあるぞ。アドルさん、お願いします。何かあるみたいですね。ヤマノ先生に逃げろ。何かあるみたいです。終わりだ。
何かあるぞ。逃がすかよ。それ、よ
大したもんだね。だけど
くいきました。ちょっと待って、はぁ。